雪椿は、椿か椿族の常緑低木。別名、奥椿、猿岩椿、灰椿。主に日本の太平洋側に分布するヤブ椿が、東北地方から北陸地方の日本海側の多雪地帯に適応したものと考えられ、変種、亜種とする見解もある。新潟県の県木、同県かもし、阿賀町、及び、 長野県飯山飯山市の花に指定されている。また、雪椿系の園芸品種である、乙女椿は、山梨県昭和町の木に指定されている。本州の東北地方から北陸地方の日本海側に分布し、標高300から1000メートルの山地に自生する。エゾユズリハヒメモチ、ヒり葉、姫キ、姫ルシキるしイイヌガヤなどの日本海洋素の常緑地舎植物と、 共に、うなばやしやこならばやしなど落葉樹林の臨床に見られる。このような地域は多節地帯であり、冬季には3ヶ月にもわたって数メートルの雪に覆われる。その間、雪椿は雪に覆われて地表に押し付けられた形で過ごす。矢ブ椿と近接している地域では、両者の中間型を表す雪畑椿が見られる。未を示す、常緑葉樹の低木で、 幹の高さは1から2メートルほどになる。雪の重みに耐えるように適応し、株からよく枝分かれして、しばしば地面についた枝から発根する。陶器は雪に渦漏れながら育ち、樹形は積雪の関係で地を這う形になる。春に雪解けが始まると倒れていた枝は次第に立ち上がり、その姿を表す。葉は枝に誤生し、短い傭兵がある。葉の形は楕円型で、 先端は尖り、肺はヤブツバキに比べて巨子がやや大きくて鋭い。葉芯はヤブツバキよりも薄めで、細い葉脈が目立つ。牡蠣は4から5月。牡蠣は地域にもよるが、雪が消えかける頃に花を咲かせる。花は、計5から8センチメートル程度で、5から6枚の花びらはヤブツバキよりもやや薄くて水平状に広く開く。は80個ほどあり。 花糸は短く規部でわずかに豪着して、先はやや開き、脳刀鉱色から木赤色になる。森林下の株では、花数が少なく、一子に複数個をつけることは稀だが、林園部ではより花数が多い株も見られる。果実は稀に実り、種子は1から2個ある。ありがとうございます。